骨の趣味部屋へようこそ。今回はね、久しぶりにガチャガチャやってきました。はい。本当はね、HG のね、ドラゴンボールスーパー、01だっけな。あれをね、やりに行ったんだけどね、どこにも置いてないんだよね。劇場版のブロリーとか出るやつね。あれめっちゃやりてえなと思って、もういろんなとこ行ってんだけど、どこにもないんだよね。なんか人気らしいよね。しかも、ブロリーがレアっていうね。いやー、なんか、40個に4個の割合ぐらいでしか入ってないらしいですね。10回に1個出るか出ないかぐらい。はい、そんぐらいのなんかレアドらしいんでね、めっちゃやりてえなーと思ってたんですけど、どこにも置いてないんでね、もうちょっと別のやっちゃいましたね。はい。それがね、タイトルにも記載してあります通り、UDM、そちらの方をね、回してきました。UDM バースト35ですね。はい。そちらのね、ブロリーをね、ちょっと狙ってやってきましたんでね、ちょっとその出た順にね、ご紹介していきたいと思います。とりあえずね、1回目、まず試しに、ガチャガチャと回しましたらね、ポーンと出たのが、なんて言ったらね、透明白かな、のカプセルが出ました。で、何かなと思ったらね、自分の運からしてね、もう案の定ですね。はい、見えちゃってるね。見えちゃってるけど、はい。グルド。グルドですよ。でもこれ出来良くないっすか、このグルド。なんか今、絶対外れだわーと思ってたけど、このグルド出来がすげえいい。何これ。いや、これいいなー、このグルド。ああ、思った以上に出来がいい。これいいな。ラインナップはね、これ書いてないもん。あれ書いてなくなっちゃったんだね、UDM ね。ラインナップは多分今出てるかな。で、続きまして、ガチャガチャとね、もう一回、回しましたところですね。出てきたのが、こちら。ポーンとね、こっちじゃねえよ。あれどこ行っちゃった。真面目にやっているのか。はい、ちょっとね、多分車の中かな、行方不明になっちゃったんでね、あらかじめ言っておきます。はい。2回目はね、フリーザでしたね。はい。いや、フリーザかーと思ってね、いや、ブロリーも狙いだったんだけど、ゴジータもね、欲しかったんですよ。どっちかって言ったらゴジータが一番欲しかったかな。スーパーサイヤ人ブルーのね、はい、ゴジータ。あっちの方が一番欲しかったかな。ということでね、マジかと思ってね、もう一回回しましたところですね。次に出たのが、こっちのね、この黄色いカプセルなんですよ。で、黄色いカプセルは何かなと思ってね、開けると。はい。スーパーサイヤ人ゴッドのベジータ。いや、これもいいんだけどね。ちょっと狙いではなかったんですけどね。いや、これかーと思ってね。出来はいいね。で、終われないんで、もう一回ね、やりました。はい。そうするとね、ちょっと見覚えのあるね、色のカプセルが出たんですよ。ちょっとね、ちょっと待って、と思って。普通に開けましたところですね。はい。案の定グルド。いや、マジかよーと思ってね。ダブルと思って。いや、これはもう、ちょっ
っと納得いかんぞ私と思いましてね、こんちきしょうと、もう一回ね、やりましたよ。そしたらね、じゃじゃんとね、今度はでっけえ黄色のやつが出たんですよ。もうお分かりかと思いますが、でけえということはね、ビッグサイズ。ビッグサイズの、はい、ということでね、ビッグサイズのブロリー、焼きたブロリー、いやこれは嬉しいね。はい、おー出たぜブロリーと思ってね。いや本当はねゴジータ欲しかったんだけど、もうちょっとねもう使いすぎたなと思ってね、もうこのブロリーが出た時点で、今回はやめました。はい、まあ、ブロリーが出ただけ満足かなーっていう感じですね。うん、まあ本当はね HG やりたかったなー。皆さんはやれてましたでしょうかね、あの HG 置いてあるのすら見たことないわあれ。まあどっかで見かけたらやりますけどね。まあやった時ね、また動画にアップさせていただきますんでね、まあその時はまた見てください。ということでね、今回は短いですが、まあ一応ねちょっとガチャガチャ久しぶりにガチャガチャやってきたんでね、その結果報告という感じで、動画にアップさせていただきました。この機会にねぜひねチャンネル登録、またねいいねボタン、あとコメントいただければね、コメント返しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。